なんだろう。わしがぼーっと見とると、お母ちゃんはいきなりくるっと振り向いて、こっちの飯はうまい。聞こえますかね、大きな声出していただいて大丈夫ですか。はい、はい、じゃあよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。また今年も呼んでいただきまして本当にありがとうございます。なんか昨日と今日と間違えたようでちょっと連絡の行き違いありましてですね、皆さんに大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。で毎年同じことなんですけど、今年は昨日と今日2日間出ておりますで、実は小松の姉妹ちょっと有名になりましてですね、ご承知かと思うんですが、去年NHK の大河ドラマ出会いの桜に出演をしました。で、要は小松の姉妹はですね、戊辰戦争の時に、後継者ということで、戦争終わってから松平家と森君が直接後継として愛沢いのもをいただいているんです。で、その部分、その場面をですね、今回その大河ドラマで、再現されたということなんです。で、たまたまその再現をする際にうちの方の獅子のメンバーも出てくるというようなことで、頼まれて出演をいたしました。で、実際はセリフのある部分は役者さんが書くんですけど、顔だけ、また形だけは私どものメンバーが全て出たという。すごい。で、実は2回出たんです。1回目はちょっと顔見せ的にちょっと出たんです。で、その時の収録っていうのは那須に観光の牧場があるんですけど、その中にセットがある。で、よく場面に出てきたと思うんですけど、こっちに桜の木があって、ちょっとした社があって、坂になってて、八重さんが行ったり来たりするような場面必ずそこを使う。で、その右側の八重の桜と言われる桜ですね。桜の木というのはあれ本物じゃなくて、実は作ったやつで、それが洋楽で生きてて、本当にそばに行かないと、触ってみないと作り物だと分かんないんです。ちょっと近くに行ってみても本当に本物そって言ってて、そういうのがあります。で、石とかなんかも結構置いてあるんですけど、石の地蔵さんっていうんですけど、これ石かと思って触ってみると発泡スチロールだとそういった感じで、その時は天然の獅子さんと小松とでたまたまこう勝ち合って、ちょっといざこざがそういう場面です。で、それはちょっと顔見せてるんですけど、2回目というのは本来その歴史上実際あったということで、山川大蔵を先頭にして、要するに小松の師匠を先頭にして囲まれた敵の中をうまく城の中に入ったという歴史的な事実がございまして、その場面を取りました。それは筑波にですね、江戸蔵といって、江戸時代とあと昭和初期の建物をちょっとこうセットとしてあるんですね。それは映画とかそういう時に使う場所なんですけど、そこでそれを撮ってで、そういったようなことでまた出していただいて、非常にちょっと有名になってしまうということなんですが、で、それはなぜかというと、要するにその会津の歴史の中の、ほんのちょっとした1ページというか、そういう部分なんですが、実際そういうことで我々の先祖はですね、活躍した。で、なんでそんなふうその敵がいっぱいいる中でそんな高橋姉妹先頭にして入れたんだっていうこともあるんですが、実は山川大蔵という人は非常にその優秀な人でして、その江戸幕府の中でもかなりその切れ者と言われたわけです。で、もちろん、江戸時代会津、それから薩長ですね、そういった人たちが中心になってやってたわけですけど、やっぱりその中でも会津の優秀な一人ですから、いろいろ徳川時代にあちこち外国にも派遣されてたんですね。で、山川大蔵はその派遣された一人のうちで、実はロシアと条約を結ぶために一回ロシアに行って、その時についでにヨーロッパの方のナポレオンが作ったといわれる
軍隊を見てきてですね、でその軍隊には何があったかというと音楽隊があった。その音楽隊を真似をして薩長軍もやっぱりその音楽隊ピーヒャラ隊というんですけど、そういうのを作った。それを山川オペラを知ってた。ですから要はその敵に囲まれてどうしたら入るかなって考えた時に、その音楽隊に似せて入れば入れるんじゃないかというふうに山川オペラは考えた。でたまたま、昔ですからほとんど楽器といったら笛や太鼓なもんですから、うちの方のお囃子も笛太鼓なもんです。ですから多分騙せるんじゃないですか。で末端に行けばですね、戦争、昔の戦争ですからちゃんとした軍服なんて着てないわけですよ。その辺の農民がもう引っ張り出されてやってるわけですから、敵も味方も分かんないわけですよね。そういった中でそういう音楽を鳴らしてくるなんて言ったらうちの方がみたいな、敵がそう思ったわけですよ。だから本当にあの今では考えられない話なんですけど、その当時だったらそれがいっぱい通ったということなんですね。で、あのそういうことを要するに山川大倉は計算できたんですけど、でもう一つ要件があったのは、たまたまあの薩摩軍っていうのは白川の関通ってもこっち来て行為してたわけですね。あともう一個、新潟から来る長州藩があったんです。その長州藩がたまたま遅れてた予定、それも山川を遅らせて、だから長州藩がビーヒャラ隊、要するに音楽隊を先頭にして入ってくるであろうことを想定して、それを小松の獅子に似せて入ったというのが事実で、ようやくこれあの最近若松の歴史を研究している先生方によって解明されたんですけど、まあ嘘みたいな話が本当だと。まあそれが現実行われて、まあしかもその時あの引っ張り出された獅子団の一番最年長っていうのは13歳なんです。最年長で16歳なんです。ですから極力の子供がね、もうあの命を捨てて戦場に行ったそうです。まあそういったことだったので、まあ、あのテレビも見る限り松平容保っていうのは非常に人情に熱い人だったということもあって、まあ、後にまあ讃えてうちの方に、まあ、そういった葵の紋付けるという経過があって、まあ、そんなこともあって、まあ、愛知の歴史の1ページを担っているということもあって、これからも絶やさずに我々やっていきたいなというふうに考えていますので、どうか皆様のご支援とかご協力をお願いできればというふうに思っています。あの早速ですが見ていただきます。よろしくお願いします。